若干カウンター当てた時の戻りが軽い気はしますね。はい。ここだけ注意かもです。はい。なんで30秒とか1分とかだったらもう入れ、修理入れちゃってもいいかもしれないですね。ここ難しいんですよ。結構前の方なんでピット。あ、わかりました。はい。なぜか、出番だ。多分予選順位が良かったおかげだとは思う。日本人のチームで行きたかったんですけど、さすがに厳しかったです。まあ、まだね、時間たっぷりありますからね。ですね。無事走れば。はい、お疲れ様でしお疲た。れお疲れ様で様しでした。た。さあ、パルマさん。いやー、やらかさないように祈っといてください。もう全力でゆっくり走りますから、僕は。これでパンマさん行って、5時か。私のスネちゃんは5時でした。これではでい。ちなみに、リペアってどれくらい入ってまオプす？ショナルが51秒。どうしましょうか。入れちゃってもいいと思うんですけど。待ちましょうか。じゃあ、50秒だっはい。たら、まあ、後々のことを考えてですか。はい。了解。じゃあ、これオプショナル全部消化しますね。そうですね。お願いします。了解です。多分少しずつ減ってると思うんですけど、タイヤ交換とかの間に。今減り始めましたね。ああ、じゃあ給油の時はやっちゃいけないんだ。はブレーキプレッシャーって、じゃあブレーキプレッシャーバイアスって、これ、エイムさん少し後ろに下げました？いや、全く調整してないですね。了解です。あと40秒。Gregory、 Yep。エンジン止まったぞ。ちなみに、あ、じゃあ今行きます。23位。はい、お願いします。今抜かれた感じですね。はい。出口気をつけてくださいと思うんで、はい。ちなみにハイドさん、もしよければ、今配信無事できてるかちょっと見ていただいてもいいですか？あ、分かりましたよ。お、VR。24位。いいお、感じ配信に出見てれてまましすよ。た。あ、見えてますか？酔いそ酔いう。酔いそうでしそう。ょ？だから、VR 酔いに挑戦したい方。気分悪くなりたい人は見てくださいっていう。ブルーフラッグか。じゃあ、目指せ上海タモンレーシングさんってことで。あ、25位か、今。あ、もうちょっと下がりますね、そしたら。エミちゃんワンスティントだけでいいの？もうちょっと出した方が。M さん、次、どっか入りますか？そんなこと言われたんですけど。ただ、ちょっともうしばらく、もう今日は、この後寝ますよね。そうすると、明日の2時ぐらいの
回とかいかがですか。2時ちょっと都合を見てもよろしいですか。はい、そうだそうだ、そうだ、スーパー GT だ、スーパー GT、 それか4時半とか5時とかあたりとか、ね、空いてる時間でもし疲れてる方いれば、多分そんな用事で出ることないと思う。了解です。じゃあそのあたりに来ていただいて、そのなんていうかこう流れの感じでお願いできれば。はい、わかりました、よろしくお願いします。ちなみに27位ですね、今。インガーが引いてくれればいいんですけど、うん、引いてくれましたね。ジョークありますね、VR は。じゃあすいません、予定、あのここっていうのは入れないんで、ちょっとそのあたりに、すいません、よろしくお願いします。おっと、お前の車、あー見た見た、おおおお、ナイス判断です。似たような色のスキンだから、うん、許してくれたんですかね。僕味方だよみたいな感じで、そうそうそう、許してくれるかもしれない。ちょっと壊れかかってるのも同じだし。ドア周り、あー VR、 エルドさんの PC で VR 動くんですかね。エルドさんのスペックどんな感じですか。エルドさんのスペックが変わってないとしたら結構カツカツらしいですけど。そうですね。あの VR レディで挑戦してほしいですよね、試せるんで。ああ、そうですね。あれ、エルドさん良くなってるじゃないですか。めちゃくちゃ良くなってるじゃないですか。おそれなら全然動くでしょう。 1080Ti？いや、970と6700。あー、僕が前の、あの、PC 新調する前のスペックですね、それ。あー、じゃあ、もうちょっと良くないと。970だとできなくはないんですけど、はい。もう設定を限界まで落とすかしないと、ちょっと格付きがあると思いますね。ドラクエのためにのマシとかしているそうです。ああ、そうだね。もうどう考えてもオーバースペックでしょ。完全ドラクエ部ですよ。じゃあ、ドンカツやりましょう、ドンカツ。あれは何使っても重たいから。CPU6700 だったら全然いけると思うんで。やっぱり重いんですね。ああ、アルファ2つ。てくださいよ、たまには。どこだ、4位、6と入ってましたね、アンラッキーさんところ。うん、いやいやいや。パッドでやってる人もいますよ。そう、パッドでやってる人もいるし、ねじ込んでやってる方もいますよ。ねじ込んでるんですか。ねじらは、あ、今も言うの、ねじ込んでアイレーシングやってる方いるんで。へぇ、はい、うわぁ、譲ってくれないな。いや、まあ、前の方が、いや、あの、こっちが周回遅れですからね。はい、前の方は。はい、さっき接触した車かな、これ。そうですね。そうするとちょっとあの、うん、ちょっとこう
意地張るかもしれないんで気をつけてください。板金屋さんだからもう一回板金してくれるかもしれない。わあ、かなり、うん、イン側から突っ込んだからちょっと警戒してるんですかね。そうですね、イン締めてきましたね。あいつはやばいぞみたいな。ちなみに後ろから3位が来てます。はい。多分前どっかでピット入ると思うんですよね。どう？あ、これでこれで前に出させてくれないかな。あ、出させてくれた。明らかに遅かったですよね。はい、ちょっとペースが1秒ぐらい遅かったと思うんで、さあ次、うん、31の車なんで31同周回、はい、いや、いや、こっちが1周上です。あ、上ですか。はい、はい。あー、またオフトラック。あ、まあまあまあ、あんまり気にしないで、うん、気にしすぎるのも良くないんで、まあ、オフトラック1位取るぞ宣言をしときながら、はい、ちょっと気にしちゃってるところが、はい、ダメなところですね。ちなみに3台前25位です。了解。25秒か、さっきのラップ。まあ、詰まってましたし、ね、あ、詰まってましたね、うん、完全に。うん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 、レフトサイド、おー、 OK です。はい、カルマーさん早いと思うんですけど、普通に23秒1出てますよ。本当だ、やったー。3位の車が詰まってることもあって離してますから。おお、いいですね。前ピットアウトの方がいるけど大丈夫か。危ないしいぞ、パッシングしとこう。おらおら、開けろ。あー、譲りましたね。ですね。もうこちらクラッチペダルがパッシング用のペダルになってますからね。へー。一周ずっとでも僕はパッシングし続けられますよ。はい。いやいや、ブレーキ踏めないじゃないですか。僕は右足だから。あ、そうですか。そうです、右足しか使いません。左足ブレーキできないだけなんで、はい、あれよ、左足ブレーキなんかできますよね。何度か試したんですけどね、激遅くになるんで僕は。あ、まあ、ちゃんと練習すればいいんでしょうけどね。なんか不器用なんで、うん、3ペダルと2ペダル別々にやるのが苦手で。おお、そうそうそう、それもあります。逆噴射になっちゃう可能性が。あれ、マットさんまだ起きてんですか。ですね。マットさん
あと3。今の間違えてブレーキ、ああ、うん、風呂上がりだそうだ。朝風呂です、ね。25位争いになりました。おテルトの同一周回ですね。これは簡単に譲ってくれないですからね。はい。あら。あら。あら。なんか譲ってくれたのか、ミスしたのか。なんかやっぱり、ね、譲ったっぽいですね。あのてかマクラーレンはちょっと危ないから、あの落ち着いて走ろう系なんじゃないですか。なるほど、はい、だから先に行かせろみたいな感じなんだと思います。うん、前がトップか。そうですね、前トップですね。ちなみにあの24秒台なんで、はい、追いつけちゃう可能性があるわけですね。追いつけちゃう可能性があります。というかトップより1秒ぐらい早いんで。マジか。結構いいんじゃないですか。うわ、やばいですね。何かありますよ。やめとこう、フラグ立て。自分だ。ダメダメ。まあまあまあ、これぐらいなら大丈夫。これぐらいなら。ダメですよ、僕は。あの、回収、これで回収してくれるなら、ポケモンです。チームにとっては。僕、あの、口での攻撃ってやつに弱いですからね、僕は。大丈夫です。マットさん入ってないから大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。マットさん、あの、マットさん一時的に入室禁止にしとかないとね。腰目。あかん、ちょっとふざけてたらペースが落ちるわ。喋らんでいいんだ、あの、ああちゃんとしてください。はい、すいません。お、入ったか、ピット。そうですね、トップがピットですね。うん、続けて、2位もピットですね。そうですね。ちなみに後ろを結構ついていってきてますね。ですね。ペースメーカーにされましたね。で、この辺でまた日本チームの様子を見てみますと、上海イタモンレーシングさんが18位。で、うちが25位。で、IRJ うさぎちゃんさんが、35位まで上がってきてますね。いやー、これは何もしなくてもインシートップ狙えるな。普通に走ってるだけで僕はあのトップの座を狙えそうですわ。あ、またついた。やばいぞこれ、はい、気にしないもん。前自分でフラグ作ってかないようにした方が。なるほど、まあ、ずっと空いてますよ。なるほど、皆さんの考え分かりました。僕のインシデントをもうフルに僕のセーフティーレーティングを犠牲にしろとおっしゃるわけですね。いやもう前はずっと空いてますから大丈夫ですよ。もうなんなら D まで落ちろと。いやちなみにだいぶ空いてます。前ちょうどいいや、前がピット入っちゃったんで、はい、いい感じですよ。上海タモンさんが前に走って、トップがピットアウトしてきたんで、うん、はい、そ
それが、はい。多分今、ピットのルーティンの時間なんだと思うんですけど。とか、まあ僕らちょっとずれましたからね。だいぶずれてると思うんで、何週間分ぐらい。本当に後ろはちゃんとペースメーカーされてますね。ですね。そうですね。少しずつ遅れてってますけど、こう、ペースメーカーとしては最適な感じとして見られてんじゃないかと。と、上海タモンレーシング。お、アウディですね。アウディです。いい感じに仕上げてますね。どこのチームも、やはり、ね。あと、さっちゃんか。うさぎさん。うさぎさんも仕上げてますね。だいぶボコボコになっちゃってますね。同じ感じになってます。おぉ。うさぎさんまっすぐ走らないのか。それつらいなぁ。それシェアリングがオーバル用になってますね。なるほど。それちょっと辛いですね。そう考えると、まだ、えら、みんな頑張ってますよね。ここまで足曲がっちゃうと直せないんですかね。かもしれないですね。後ろはだいぶ離れてきましたね。そうですか。そうですね。ついていけない。あ、なんかミスったんだと思うんですけど。オールジュでちょっとミスってましたね、このラップ。はい。前とも まあまあ差があるんで。いいですね。いい感じですね。走れますよ。この一人の空間大好きですわ、僕は。18秒か。そうですね。ちなみに24位とは1分差ぐらいです。おお、了解です。いやー、チュンチュンいってますね、外で。ほんと夜明けがちょっと明るくなってきました。どこですか、スーパー GT は。スゴーですか。なるほど。ホンダが今回良かったんですよね。ホンダがトップ5のうち何台かって感じでしたっけ。まあ、ウェイト乗ってないですもんね。ねえ。いや、それよりは GTR でしょうね、問題は。密かに。あの、秘密兵器入れたのに全く効かなかったっていう。なんか調子悪かったですね。スペック、新しいスペックのエンジンそう。やっちゃった兄さん。A じゃないよね。下手くさいなぁ。ちゃんとリラップ刻んでますよ。いい感じですね。
ちょっとでもやっぱりフロント使いすぎなのかタイトな気はしてきましたね。いや、それは多分私も同じ感じだったんで、私も使いすぎだったのかもしれないんですけど、まあ多分この車の傾向だと思います。うーん、本当にいい位置にいますね今。本当、はい、これ乗車予定時刻より5分ぐらいショートなんでしたっけ。あの5分ぐらい前倒しになってる感じですね、確か。了解です。次は次椿さんの出番ですか。秘密兵器。そうですね、うん、あれだいぶ前にあの走り予定だなかったんですか。そうですね。ねえ、なんか走るはずだったような気がするんですけど、今予定表見たらアベルさんの名前が入ってるんで予定通りだと思いますね。エルさんがガチガチになってた気がするけど、いい走りでしたよ。うん、そうね、はいはい、私が言うのもなんですけど、まあやっぱり初めてのこういう耐久レース、しかも一人じゃないですし、やっぱりちょっと緊張はしますよね。はい、あのさらに緊張させたにもかかわらず非常にいいラップを刻んでいただいて、はい、椿さんも慣れてるのかな、きっと。いや、もうバッチリですよ。大ベテランですよ。おそらくは、まあ、スティント終了時、まあ、メルセデスと判別できるか、ちょっと怪しいレベルになってしまいますけど。あ、ちょっとミスった。目標はオフトラック取られないので、相当タイム安全圏でいきますね。いや、僕はあのオフトラック因子最多因子賞のライバルは僕を椿さんだと睨んでるんですけど。なるほど、うん、これはインシデントキング争いが。あのルマンでは惜しくも椿さんに一歩及ばず負けましたから。圧倒的インシデントでインシデントキングを襲名しましたので、名前を維持できるか。いや、前もタイム上がってきましたね。あ、そうなんですね。路面がじゃあ変わったのかな。ちょっと変わってきたかもしれないですね。うん、23秒、22秒台、ね、23秒。前と1秒ずつぐらい詰まってきてるんですけど、前の車も23秒台に入ってきて、ちょっと詰まり具合が減ってきたんで。うん、いや、アルバさんはこれを維持してくれればいいんですよ。うん、あのあれでしょ、ハイドさん、ちょっと予想外でしょ、僕がこんなまともに走ってるなんて。いや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 、見届けるまでは寝れないじゃないですか。うん、お、24位の車綺麗だな、ダメージなし。お、そうですね。じゃあちょっと見てみましょうか、配信の方で。綺麗ですね。07番 You don't know Jack。 なんでしょうか。どういう意味なんでしょうか。お前はジャックを知らない。そりゃそうだっていう。これ今トムさんがダブルスティント、そうですね、な感じがしますね。はい、ちなみにあのチーム名がインテクチュアルプロパティモータースポーツってどういう意味なんでしょうか。うん、よくわかりません。ちなみにその前に
そうですよね。羨ましい限りです。ちなみに上海タモンレーシングさんが24位の人の前にいますね。そう。チーム名はやっぱ重要ですよね。なんか神風アタックレーシングとかそういう名前にしとけばみんな近づいてこないんじゃないか。それは右京ですか。アタックがついちゃってますから。見えてなかったかな。あ、ビーストレーシングとかね、はい、大喜びで当たってくるかもしれないですよ。いやけどビーストレーシングさん、うん、なんかビーストじゃなかったですよね。ああそうね、ビーストレーシングの人は嘘つきですよね、それは。うん、もっと正直にならないと、もっと本性むき出しで。それちょっとあ危ないんで、ちょっと危ないですね。ネームバイオレーションでなんか怒られそうですね。怒られそうなんで、ちょっと、いやー、名乗る自信ないっす。ちなみに、ピットに入ってくる車が何台かいますね。ウサギさんがいて、お猿さんがいて、トラさんがいて、他に何かいないから。そんな、いろいろバリエーション豊かなんですね。動物さんはいなさそうですね、他。タイミングでピット入るチームも結構。ゆみちゃんが寝てないんだけど。バンバンしてますね。また麻雀やってんですか。M さんでもルマンの時もそうじゃなかったでしたっけ。眠いと言いながら寝ない人。寝てない。まあ今日走る前すごい辛かったですけどね。ああ走ったら目が覚めた。寝ない目が。でもレースとかした後は結構興奮してますよね。まあちょっとテンション上がるときありますよね。あらマクラーレンか。ありがとうございます。ちょっと、うん、あもう避けてくれましたね。すげえ色しますね。肌着みたいな色してますね、ちなみにいつの間にかに24位になってたんですけど、あれピットの関係ですかね。かな、うん。いや普通にこの車今走りやすいですね。おお、じゃあちょうど合ってきたんですかね、うん、面コンディションと。ああ、そうかも。はい。22秒9弱ぐらいなんでめちゃくちゃいいです。うん、上がってきてますね、タイム。ということで、最速ラップ狙っていや、それは無理でしょう。いや、それはやっちゃいけないんで、はい、すいません。いや、まあ、あまりにも遠いんで、考えすらしなかったですが。けど、他のチームもタイム上がってるんで、やっぱり。そうすると、やっぱこう路面が良くなったのはあるんですかね。でしょうね。やっぱりラバーも乗ってくるんですか。あ、乗りますね。はい。あとですね、路面温度がその走ることによって上がるらしいんですよ。なんかパルマーさんに永井さんが回答されてましたけど、モールジとか真っ黒ですね。そうですね。
時間変化がないですね。時間変化がないんですよね。来年のルマあたりはなんか時間変化来そうな。ああ来てほしいですね。ルマオンは面白いですけどね。ルマオンはやっぱり24時間変化欲しいな。ちなみにあのルマンで思い出したんですけど、あの雪崩落ちとかって今回はないみたいですね。あ、そうですか。それはルマンのトラックが良くなかったらしいですね。それもあったみたいですけど、けどまあアプリの問題もあったんだと思います。あの修正アプリの方も修正入ってましたから。同時にあれはいかんかったっすよね。あの何せトップスプリットで前代未聞の配信中にデモコードが出ちゃいましたからね、残念ながら。あのピケ騒動っていうかあのコントロールラインのところに車の壁ができちゃったっていう。リスタートできるわけじゃないですからね。けどもう一回やるっていう話、あの希望者が多ければもう一回やるみたいな話はあるみたいなんですけど、ただこの後のスケジュール考えるとやれるとこってあんまないんですよね。まああのタイミングでああいう結果になってもう一回じゃあやろうぜって言ってもなかなかちょっとテンション上がらないですよね、はい、私らはもういいやですよね。完走したし、あんないい成績だったし。そうですね。いいな、地味にタイヤカスがポンポン。いやこの時間帯っていうかやっぱりレーススタートからねかなり経ってるんでばらけてて楽ですわ、はい、いや本当にいいタイミングで、うん、よかったですね。だからまあねノリさんに一番負担の大きいところをお任せしちゃったんでね。それは本当に不幸でしたね。いやすいませんでした。いやー申し訳ない。本当にしょうがないですよね。まあ本当だ、本当になんか映像だけ見てるとのんびり走ってる感じ。そうでしょう。うん、結構今リラックスして走ってますよ。うんうん、本当ロングランのシミュレーションやってるような感じですわ。M さんの時はもうバンバン後ろついてましたからね。それだけまあまあ。やっぱりあの M さんがちょっと接触したのがあったんですけど、あれで空力良くなったんですかね、もしかして。なんだろう、2回当てると戻るっていうのはどういうことなんだろう。いやけどルマンの時も確か ECR さんか誰かがちょっと当たった時に、なんかいつの間にかにあの戻ってたっていうのあったんですよね。あれがなんかあの結局あの時は ECR さんのあのスタンドだっていう結論になったんですけど。スタンド。なんかあるのかもしれないですね。そういうバグみたいなのがあるかもしれないですね。今ちょうど燃費 4.3 ですわ。あーちょうどいいですね、うん、狙い通りのところ、うん、あと燃料的には 12.8 周。じゃあ、これあと、2周か3周かですね。3
3周いけるかなっていうぐらいです。いや、あと 12.7 周いけるってことですね。あ、 12.7 周いける、うん、うん、あ、そっか、まだそんなにいってないですもんね、うん、そうですそうです。よく考えたらごめんなさい、うん、マップ避けて12を13以上にできるかどうかやってみるっていうのはどうですかね。あれ、つけろって言ってましたっけ。え、言ってましたっけ。いやいや、キリスト様も言ってるじゃない、右をぶつけたら左もぶつけ。そんなこと言ってましたっけ。それなんかちょっと違うキリストさんな気がする。なんかちょっと違うような気がしたんですけど、まあ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 。あれじゃないですか、猫を信じろの方じゃないですか。デイズオブサンダーでありましたね、それ。猫と若いせ、猫と若いせ。エンジンマップ、あ、3か。1にしてみよう。ちょっと燃費稼ぐぞ。どうせ前に遅い、前に車もいるし。いやー、まあ、あんまり稼がなくてもいいような気がしますけど。うん、ちょっとこれで、どれぐらい燃費が上がってタイムロスがあるか、ちょっとやってみます。はい。了解です。久しぶりに前に車がいるとドキドキしますね、うん、そうですね。空力を無視したようなウィングになってるし。ちなみに23位に上がってます。あら、その間に、あのピットに1台入ったんで、うん、あれ、前の車は統一中華の車じゃない。いや、一周上ですね、口が。はい。26位なんで。2台とも中華これ。はい、そうです。了解です。30位の車が速いですね。少し、あ、まあ、うちよりは遅いですけど、もちろん。さあ、ここでさ、追いつけるかどうかですか。追いつけるか。あっ、おっ、あ、くそ、なんで急減速するよそこで。譲ってくれたやろうけど、いや、そこでブレーキはかけてもらいたくないですね。はい、ちょっとこれでまた空力が変わりましたんで、ちょっと慎重、てか、ちょっと慎重に走っていただければ。了解です。はい、アライメントは狂ってないですか。うん、ステアリングの感覚は全く問題ないです。はい、視界も良好です。視界が良好ですか。右が、なんか見た感じはだいぶ、見た感じ前が仕上げちゃったんで、ちょっと視界に影響あるかなと思ったんですけど、運転席側ね、特にめくれで上がってないんで大丈夫なんですよ。はい、いやー、ちょっと今のは反応がもうちょっとできればな。いやー、まあ正面だったですからね、しょうがないですね。はい、てかちょっともうちょっと考えてほしかったな。譲ってくれるのはいいんですけど。そうですよね。じゃあ2画面で VR の方も見てみましょう。あ、はい、本当だ、だいぶ、うん、見えてますね、ちゃんと。問題なさそうでしょ。そうですね、視界的には。いや、けどちょうど外から見ると隠れてるように見えるんですけど、244キロ。コピーにしてみましょう。あ、確かにその右側のはあれだ、ね、いや、ああ、そうだな、
前がちょっと見にくい感じはするんですけど、ただ VR で見るとあれですね、大丈夫ですね。まあこれは、いや VR と見え方が違うんですよ。ああなるほど。そうですね、はい、今ちょうどあのコックピ視点にしてるんですけど、はいはい、結構盛り上がってますね、やっぱり。ああそうですか、へえ、はいはい、ちょっと前が見にくくなったかもしれない、ね。椿さんにここがちょっと確認していただくことになると思うんですけど、まあ、椿さんのペナルティーってことで。なるほど。まあ、椿さんならこのぐらいのハンディがあっても大丈夫でしょう。そりゃそうですよ。どの道壊しますからね。残り18時間ぐらいになりました。18時間2分。これまで3回の追突ですからね。3回の接触か。まあ、ノリさんのは回復不可能だったと思うんですけど、今のは僕のは回避できましたね。もうちょっと気をつけていれば。あ、そんなあんな急に。いやいやいや、無理だと思う。無理ですよね。僕じゃないんだから。やっぱり燃費はちょっと稼ぐの難しいですね。3に戻そう。はい。4.27 まで減りました。はい。残り10周。はい。はい。まあ、また前空いてますね。うわあ、今のは因子稼いだなぁ。これは、因子キングの座はちょっとしばらく安泰そうですね。椿さんもうちょっと頑張らないとダメですよ。飲酒稼ぐことを考えたら。そうですね、うん、ある程度1周あたり乗るまで5ぐらいはいかないと厳しいかもしれないですね。1周あたり5だったらもうこのセッション内ランキングでもかなりトップを狙えそうですけど。うん、ハンドリングはほとんど影響ないですね。はい、まあ、あの修理は入れなくてもいいかもしれないってことで、うん、はい、スピードは確実に遅くなってると思いますけど、いい感じで前がばらけてるな。当てた週も24秒台で済んでんのか。はい、なんで当てられた方はひどいことになっててそうですね。あれてますけど。あ、でもすぐ復帰しましたよね。あの1回転して結構すぐ復帰できて、あの 2,3 秒差にいましたよ。おー、あ、そうなんですね。はー、はい、離れましたけど、もうすぐ。あ、大丈夫そうですね。はい。ちゃんと走ってます、ね。てか、もう一回抜き返したな、あれ。まだ後ろは綺麗ですね。後ろは綺麗ですね。後ろは綺麗ですね。じゃあ私がどこをぶつければいいのかっていうのが一目瞭然ですね。いや、やめてください。後ろは。右もぶつけたら、左もぶつけないと。うん、考えたら前もぶつけたら今度は後ろもぶつけないといけないわけ。22に上がってます。後ろはあのあれでしょ、空力アップデートの違いがかなりありそうですよ、ね、おお。屋根も綺麗だ。屋根は集大成でちょっと逆向かないと。あのそれはひっくり返んないといけないっていう。
後ろをぶつけちゃうとコンパクト感になっちゃうからな。そうですね。なんとか圧縮して A クラスぐらいにはしておかないと。大幅サイズダウンですか。もうちょっと今のプーオンはルースな感じがしたな。ああ、もうタイヤだと思います、それ。うん。あの、ぐらいになってくると、うん、やっぱり少し影響あると思うんで。そうですね。なんか皆さん言ってましたもんね。うん。後半がやっぱり。ちなみに、ビーストレーシングさんが10位に下がってる。あら、確か5位あたりを走ってた気が。はい。でトップ2台が少し縮んでますね、40秒ぐらいまで。うん。島さんのこの配信の順位表はどうやって貼り付けてるんですか。なんだっけ、アイレーシンプリっての、の機能で貼り付けてます。で、P22 って書いてあるのは、なんか、なんだっけ、IRDTU っていうソフトを使ってます。これが順位なんですね。はい、これが順位のやつです。本当はラップもカウントしてくれるはずだったんですけど、カウントしてくれなかったんで見えなくさせました。ちょうど今、右下に出てるんでそれを参照してくださいってことで、はい。8時間あるってことですな、ちなみに20位に上海タモンレーシングさんが下がってきてるんで、だいたい1分差ぐらいです、はい。やっぱり周回数は違うんですか。同じ周回、周回数、そうですね、ワンラップ、ワンラップダウンになって、違うんですけど、間に1位の人がいるせいなんで、それは、はい、タイム差としては1分ぐらいです、はい、了解。その前の1台の先もまたないですね、全然車がいないです。おお、いないですね。だいぶ離れてますね。いや、 やっぱりチームでこうやってで走ると、リレーティブ見なくてもある程度情報を教えてもらえるっていうのは楽ですね。あ、確かにスポッターですからね、これが。来年のインディ500はスポッターやってみたいっていうのもあるんですよね。自分で出ないで。あ、いや、始まった。椿さんのスポッターでも、はい。ロジャー安岡さんを目指せる。はい。ああいう言葉を。そうすると佐藤拓磨になってしまいますね。うん、インディ500なら勝てるってことですよ。まあ、他のレースは考えないってことで、はい。そう、実と兼スポッター。牛乳用意しなきゃいけないですね、じゃあ。牛乳用意しなきゃいけない。お腹ゴロゴロしちゃうんで、ヨーグルトでお願いします。大丈夫です。走り切った。ゴロゴロしない牛乳って何かありましたよね。ゴロゴロしない牛乳は牛乳じゃないんじゃないですか。それは、そう、そんな気がするんですけど。それは飲むヨーグルトですよ、やっぱり。飲むヨーグルト。ヨーグルト。
低脂肪だろうが何だろうが、お腹ゴロゴロしちゃうのはゴロゴロしてしまいますからね。でも飲むヨーグルトも1リッター飲んじゃうとやっぱりゴロゴロしちゃいますよね。うん、別の理由でゴロゴロしちゃいます。それはあの1リットルも飲むからじゃないですか、ね、ヨーグルト。いやでもコンビニとかで買うと1リットルじゃないですか。あ、いやそれをなんていうか一気に飲むっていうのはさすがにちょっと。いやストロー、だってストローつけてくれるんです。1リットルパック買ってストローつけるっていうのはなかなかあれですね。あれ必ずつけてくれますよ。なんでだろう。ねえ。相当長いストローじゃないと。そうそう、長いのくれますよ。長いのあるんですよね、意外と。はいはい。高校生とはよくあの1リッターパック買ってそれで飲んでますよね。そうですね、それもストロー使わないで一気に。あと6週です。はい、148周してることになってるな。それで Z1 による総合計ラップの予測は603周になってますね。ID シングブラウザアプリの予測だと 597.9 ってなってます。ちょっとばらつきありますね。はい、まあ、600周前後ってところですね。画面にアイレーシングのやつは映してるんですか？はい、あの右下のところにあのラップ148って出てると思う。じゃなくてあのパルマさんの画面に VR の方、VR の方でだけ見えてます。あ、そういうことですね。うん、配信の画面は VR じゃなしに Windows、ウィンドウで映ってるやつを取り込んでるんで見えないんですね。うん、VR の画面だとちょうど助手席があるとこの前に Z1 のでかいパネルが置いてあるようなイメージで。何の画面を出してるんですか？これは F1 のあのダッシュかな。あ、うん、あの F1 のダッシュパネルだと1周あたりの平均の燃料消費とか、あと予測のあと何周走れるかとかいろいろ出てくるんで、はいはいはい、なるほど、うん、それを映すアプリみたいなやつもあるんですね、VR。そうです、そうです。あと5周か。はい、椿さんそろそろご準備をお願いします。はい、もうなんかすでに眠いですね。寝たはずなんですけどね。なぜ？いや、走れば目が覚めますよ。エイムさんのように。そうそう。今エイムさんのつぶやきが少ないな。レッドブル飲んだからもっと眠くなりますね。多分。そっか、達郎さんは。ブランパー GT の方でしたのか。これハンドリングに影響がないとはいえオプショナルリペアは結構でつきそうな当たり方だったんで、はい、まあ、あのお任せします。まあ、オプショナルリペアならあの、うん、やるかやらないか判かも判断できますから、ね、そうですね、大丈夫だと思います。でステア、ハンドリングに問題ないんだったらもう、うん、適当なところで出ちゃっていいと思うんで、うん、いや走りやすかったですね、このセットこのセットアップと言っていいのか、このレース後の微調整が効いてますわ。うん、なんていうか接触でこう、うん、セッティングをいじるっていうテクニックができるとは思わなかったです。叩いて調整するという。
板金で調整を。協定のペラみたいですね。21位がピット入ってるんですね。お、了解。22位か。なんで、21位に上がれるんじゃないですかね、このタイミングでね。どれが一番か。一番はちょっと前に YG です。PCDP さん。あ、1位どっかで接触してます。しますね。仕上げてますね。仕上げ、さっきまで綺麗だったんでこのスティントで何かありました。でついでに前ちょっと見ていくと。ちょっと前がつ前結構車いないですか？あ、そんなないか。そんなにいないはずです。あれ、ここはだからそんなに見てるとこ見てるとこ違う。はい。でちょっと追ってきてってるんですけど、ここが前ですね。ああ、わかった。1位、あれですね。ラソースでぶつけましたね。ああ。イン側行きすぎて。ああ、あるあるですね。ここ混んでんな。これはボンミスですね。痛いですね。で、戻しますか。そうでしたか。あ。22位のまんまですね。あのピンと入った組が前に出たんで、あ、それともこれで変わるかな。あ、21になりましたね、やっぱり。あ、そうですか。はい。いいですね、この、この調子でいけば。なんで、エイムさんが、21位で入ってたんで、同じぐらいの順位ですね。まあ、あとこれ、椿さんでしょ芝さんでしょ。明日の昼頃にはもうトップになってるんじゃないですか。いや、それはないと思うんですけど。いや、わかんないですよ。トップ当たってましたからね。1、3、9がピットに入ってるんで。椿さんも入ってます。サバに。あ、ごめんなさい。これあんまり映さない方が良かったんだ。スパキさん、さっきは言いましたけど、多分トイレとか行ってるんですかね。あとこの週入れて3週かな。はい。じゃあ6、7分ってとこですかね。7分はいかないか、6分ぐらい。さあ、また戻ってこないとかあるのでしょうか。
すいません、ここまで受けると思わなかった。いや、ぼそっと言っちゃったんですけど。面白いですけどね。いや、さっき萌え名が効かないとかおっしゃってたんで。あー、上海タンモンレーシングさん、なんかあれですね、接触かなんかでタイム落ちてんのか。よいしょ。あ、帰ってきた。あ、帰ってきた。なんかありました。いや、あの、ちょっと入れてきました。いや、椿さんが帰ってこれるかっていう話をしてたんで。なるほど。ネタにガンガン突っ込んできますんで。あと2週かな、2週ですわ。はい。まあでも走った感じ、まあ疲れるけど、ダブルスティントいけないっていう感じではないですね。ああ。そんなにきつくはなかったな。ああ、もうちょっともうちょっとフィードバック減らした方がいいんですかね、私。うん、と思います。僕、T500 ですら下げてますからね、普段より。いや、今日は下げてんですよ、本当に、うん、すごく下げてるつもりなんですけど、うん、ちょっとオプション見せますけど、ここなんですけど、これが大きければ大きいほど下げてんですよ、フィードバックを。今画面見てる方しかわかんないんですけど、なんでだいぶ減らしてはいるんですよ。なんで3分の1ぐらいにしてるんですね。あそこを25ぐらいにすると本来のフィードバック 100% になるんですけど、今77ぐらいにしてるんで3分の1以下にしてるんですよ。ああ、そういえば僕T300 がついに熱でシャットダウンしましたよ。あ、シャットダウン、熱問題ってまだあるんですか？いや、初めてですね、シャットダウンしたの。昔なんか T500 であったと思うんですけど、そういうトラブル。ハルモニアさん発火しましたよね、確か。発火。うわ、シャレならんな。じゃあみんなで OSW に、はい。いやいやいや、USB ファンを2個注文しました。そう、解決策ね。はいはい、まずモーターを買ってこなきゃ。給付と廃棄でこの夏を乗り切ります。シマエンジニアリングに発注すれば幾分か安く入るんですかね。てか側作りましょうか。ファンつけられるような側作って製品化いいんじゃないですか、ね、もっと第一弾。はい、このラップ終わりに入ります。了解です。さあ、最後の最難関ピットレーンが待ってるからね。あと、そうだ、はい、フラットスポット作らんと。いや、それはいいんです。それはいいんです。別に作んなくて。いや、はい、まあ、そこはちょっとなかなかちょっと譲れないところじゃないですか。TC を切る準備をしとかんとな。いやいやいや、そこでぶつけたらえらいことになりますか。多分24位か25位くらいで出られると思うんですけど、あとオプショナルリペア次第ですね。うん、だから今日の JSA 佐賀さん、いきなりオープニングラップで暴走しちゃったんですよね。あららなんかあったんですか？そういう暴走するようなことがあったんですね。ああ、だから T300 とか言ってた。ああ、熱害で。はいはい。まあ今日ずっとだから練習してたのがいかんかったんだよ。
それはステアリングが勝手に回っちゃうとか、そんなんですか。いやいや、もう完全にシャットダウンしますね。ああ、効かなくなった。だから動かなくなっちゃう。そうですね。だから周りに誰もいなくてよかったっすよね。さあ、入りまーす。はい。いやじゃあ、椿さん、よろしくお願いします。はい。あ、ちょっと合っちゃった。ああ。ああ、右側が。コツンと。結構右側が引き上げたように見えました、今。遠心ゼロですね、今のは。でも。はい。多分、1点とゼロぐらい。そうですね。こんな感じに見えます。はい。ちょっと前が見にくいですけど、それでもね。あの、歯がついてるやつは休憩中か。あ、ここ怖い。ラソスが怖いですね。あそこはね、はい。あの、僕、散々練習したんですよ。で、あれ？あ、ガス欠？ガス欠。ああ、そのまま大丈夫です。あの、下りなんで。わあ、ちょっと粘りすぎましたかね。前も、ルマンでもこれあって気がしますね。いやー、けど、ほとんどミスなく、あのミスじゃない、オプショナル33秒3でした。はい。じゃあ、お任せします。入れてもいいです。はい。申し訳ございませんでした。あ、無事故で行きたかったな。あれはしょうがないと思いますよ、けど。うーん。3周目だ。143周目あたりかな。今、あの、ビーストレーシングがなぜかうちの前で止まりかけてたんですけど。あ、ガス欠ですかね、それも。いや、じゃなくて、リスタートの時です。なんだろう、なんか気になったのかな。あ、142周目か。この時はまだボンネット綺麗だな。まだ。オプションリペは、残り20秒くらいになるかな。はい。じゃあ、入れちゃってもいいと思うんですよね。ちなみに19位で入ってきたことになってます。はい。いや、今ちょうどあのぶつかってるところも。僕の配信でそこ見てるのね。はい、リプレイが。うん。早いっすね。いやー、まあ。手前だもんな。レコードライン、まあ、インガを開けてくれたんでしょうけどね。ああ、そういうことか。うん。これ。コクピ視点で見ると、コクピ視点で見ようかな。まあ、しかし反応遅いな。これで、ここでブレーキランプがもう、ね、ここでついてるのに、僕がこの後ブレーキ踏むまで。というわけで、前2台、3台いるんですね。ここですからね、やっと。うん。あ、ちょっとだいぶ高速距離が。またあれですね、混雑したところに出ちゃいましたね。はい。あ、まあ、しょうがないです。これは、もう、あやですから。うん。これは、何番や、カーナンバー26か。じゃあちょっと謝っとくか。頑張ろうカーでした、前。こいつ危ねえ。危ないっすね。あー、セーフ。おお、危ない危ない。どうした？いきなり。大丈夫？うわー、いきなり前でスピンされると怖いですね。予測してました。さすが。
ちなみに前が25位ってなってますけど、そうすると順位争いかな、ここ。なるほど。ここあー、そこまで出ちゃうと滑るよね、そら。あ、違うか、こっちか。じゃあ、いや、その後ですね。オーバースピードですね。おお、本当にギリギリですよ、これ。ええ、なるほど。24位ですね、今。いやいや、早速。いやー、ぶっ壊れてるから、ORG は怖い。いけるのかどうかわからないから。オールージュは、あんまり僕は不安感は全くなかったです、ね。大丈夫でした。はい。うん、あの逆に。てか、ボコボコになってる感じはいかがですか？ちょっと路面が見にくいですね。やっぱりそうだね。やっぱりそうだ。そりゃそうだ。目標はゼロインシデントだから。いい感じだと思いますよ。PM ってスラッシュ PM とかでしたっけ？忘れました。はい、ありがとうございます。すみません。いいえ、とんでもないです。僕も覚えてないんで。なんかルースな気がしますね。そうですか。まあ少し落ち着き、あの落ち着きながらって感じで。そうですね、前も混雑しますしね、はい、あれだったらペースは前に合わせちゃってもいいですし。そうですね、ちょっとルースっぽいですね、外から見てても。でもブレーキングで後ろが出そうになるから、そうするとあのブレーキバランスいじっちゃってもいいかもしれないです。あ、それもいいかもしれないですね。これチャットできたんかな。できてなさそうやな。まあいいか。チャットのメッセージの仕方がわからないから。少しずついじる感じで。まあ、じゃあこれで僕はまた1時間後か2時間後かな。ここが椿さん今から4スティント連続？え？いや、次、私入ると思いますけど、あれ違ったっけ？ちょっとこれ、誰これいじったさん、4スティント連続で、あと、右の尾行に皆仮眠に入るって書いてあるんやけど。誰だ、これ。そっか、じゃあ寝ましょうか、みんな。あれそうですか。すごいな。よし、じゃあ私はそろそろこの辺で、はい、お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとうございました。じゃあ私らも仮眠に入りましょうか。はい、じゃあ分かんないですよ、車がどうなってるか。あー、ネオスさん見てたんか。あの、一応ちょっと真面目な感じで直しちゃっていいですか？ここ直してください。誰がやったんか知らないですけど、僕の方の配信は僕の走行時間、走行は終わりましたんで、一旦これで終了します。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。